い、どうも、海です。今日もサイコフレンズ続きからやっていこうと思います。はい、では続きからやっていきましょう。彼氏の死体の処理をするゲームなんですけども、まだ死体の処理完璧には終わってないんだよね。でも、幼馴染の家に来てるってところで終わってるのか、今。ルキ君。はい、可愛いな、相変わらず。では、この、話しかけるか。いや、迷い。早くしないとお湯冷めるよ。うちのお風呂は追い焚き機能ないからね。あ、風呂入れって言われてるのね。了解です。いやー、イケメンだな、マジ幼馴染。昔一緒に撮った写真まだ飾ってくれてるんだ。マヨってこの時は僕より小さかったんだよね。かわいい。確か中学上がったくらいから一気に伸び始めたんだよな。親も小柄だから諦めてたのに。でもさ、小さい頃はさ、ちっちゃかった人が成長してめっちゃ大きくなるってギャップ萌えでキュンキュンするんじゃない？小さいままだったらいっぱい可愛がってあげたのに。で、あれだったよね。迷いがルキのこと好きなんじゃねみたいな感じだったよね。私の考察では。じゃあ大きくなってよかった。む、今の迷いかは可愛くない。けど、かっこいいから許す。お、なんだそれ。いや、迷いマジかっこいいよな。ルキ君は可愛いからもうお似合いだよ。アロマテラピーが好きとか謎の樹脂力持ってるよね。へえ、アロマキャンドル自作するレベルだし。すごい、それ自作？すごいね、いい趣味じゃん。参考書だらけだ。小学校の先生になるために頑張ってるもんね。偉いな。へえ。僕なりたいものとか将来のこととか何も考えていない。今が良ければいいって感じで、どうしても行き詰まったら死ねばいいし。うわあ。メンヘラみたいなこと言わないで。我ながらダメな若者だな。ヤシロ一家の存在。あ、もう一人のお友達か。ヤシロくん。ヤシロ一家の存在。ヤシロくんもだいぶ下に見られてるね、多分。あ、見れた。ねえ、パソコンで何してるの？何って調べ物とか、レポートまとめたりとか、それくらいかな。ふーん。健全な使い方ですこと。なんか、入ってないの？そういうの。いいよ、入ってても全然。許すよ。はい、お風呂ね。はいはい、入ります、入ります。うわ、ちゃんと、あれ、探索できるよ、家。セーブして。いいの？こんな物色しちゃって。ここら辺は見れない。あ、雑誌の山、捨てるやつまとめてるのかな？偉いね、こんなまとめて。これ外、玄関？こっちは？あ、こっちがお風呂。こっちは誰の部屋？あ、リビングか。立派なお家やね。一人暮らし？さすがに冷蔵庫を勝手に開けるのはちょっと。たまにいるよね、冷蔵庫勝手に開けるやつ。海が見える。すぐそこが、水筒だものね。はい。では、まあ、これはもう風呂に入るしかないか。アヒルちゃんがある。あ、僕があげたアヒル。大事にとってるよ。けなげね。あ、こっちがお風呂ね。お風呂を入るか。ちょっと待った。ちょっと待って。こっち、洗濯機。これはトイレか。あ、うわ。ちゃんといろいろ飾ってて、匂いも管理されてていいっすね。じゃあ入りますか。入る。せっかくのお湯冷めちゃったらもう、足りないもんね。さっさと入っちゃおう。入浴シーン、あるんすか？いいんすか？見て。さすがに、ないか。さすがにないか。お帰り。一緒入ってもよかったのにね。お風呂ありがとう。気持ちよかった。次は入浴剤くらい用意しておくよ。ふわはー。なんて女子力。じゃあ、宇宙になるやつがいいな。あるらしいね。なんか、あれ SNS でしか見たことないけど。宇宙ってどういうこと？お湯に入れるとね、なんかこう、キラキラーっとして、湯煎が銀河系になるやつ。めっちゃ綺麗だよね、あれ。なんかよくわかんないけど、調べとくよ。私もやってみたいな、一回ぐらい。ルキア、ベッドと布団、どっちがいい？え？一緒に寝ないの？寝る場所。何の絵なの、それ。ルキ、一緒に寝たかったんじゃない？ベッド言っとく？だって、これ迷いの匂いたくさんついてるでしょ。ベッドの方がいいけど、わかった。それってマヨが布団で寝るってこと？悪くない？全然悪くないよ。俺はどっちでも普通に寝れるから。それだったら僕だってどっちでも寝れるんだけど。もう、一緒寝ちゃおうよ。じゃあ、一緒にベッドでよくない？よくないだろ。いい。
なんでよ、セミダブルでしょ、男二人でも十分寝れるって。僕小柄だし。なんでセミダブルなんだろう。一人暮らしだったら大体シングルじゃない。そういう問題じゃない。セミダブルの場合もあるか。ああ寂しいな、最近ずっと一人ぼっちで寝てるし。人肌恋しいな、やっぱり誰か相手探そうかな。選ばなければ簡単に見つかるしな。あああ、その心配させるようなことわざと言って。わかったよ、一緒でいい。やったー、とりあえず俺も風呂入ってくるから。ごゆっくり。ルッキーはどうなの？迷いのこと恋愛対象として見れるのかな。電気消すよ。お、うん。狭い？狭い。普段は一人で広々と使ってるから。ごめん、でもその窮屈さがいいんじゃない。反省してないだろ、まったく強引なんだから。ごめんって、あれはちょっとからかってみたくなったっていうかさ。でも寂しかったのは本当。とにかく誰かとくっついて寝たかったんだ。それって誰でもいいの？え？ああ、ルキ、もう変なやつと付き合うのやめな。どんなやつか付き合ってからわかるんだもの。仕方ないじゃない、見る目ないのかな、ルキは。どういう人間かちゃんとわかってから付き合えばいいだろう。ふふ。何？どういう人間かなんて、ちょっとやそっとじゃわからないよ。マユだってわかってない。俺がルキのことわかってないってこと。まあ、わかってはないね。人殺してますよ、この人。でもいいんだ。全部わかっちゃったら多分困るもの。わからないままでいいの。とにかく見るからには変なやつ、見るからに変なやつとは付き合うなよ。努力しまーす。心配なんだよ。わかってるよ。いつも迷惑かけてごめんね。迷惑とかじゃ。そろそろ眠くなってきたからおやすみ。愛してるよ。愛してるよ。おやすみ。そこは俺も愛してるって返せよな。ごめん。やばよいは本気だから、冗談でそういうこと言えんのよ。ルッキーは気づいてないのかな、迷いの思いに。なんか気づいてそう。小悪魔な感じするから、気づいてないふりしてるんじゃないのかな。は、え、怖い。え、これルッキー？ルッキー、その人は？先輩だよ。付き合うことになったんだ。学生時代ってこと？うわ、これはモテるだろうね。男性からでも。え、可愛い。え、付き合う？そう、初彼。そうなんだ。ずっと一緒にいてくれるんだって。これでもう寂しくないんだ。よかったね。やっぱりもう迷い嫌そうだもん。俺はルキの寂しさをどうにもできなかったんだな。俺じゃダメだったんだ。うわー、どう、恋愛感情なのか、友達すごい大事な親友なのか。迷いも恋愛感情ってわけじゃないのかな。あ、天井？朝？夢か。懐かしい夢だな。高校に入ってすぐのことだったっけ？ルキに男ができたの。なんだかあの時の記憶は曖昧だけど、すごくショックだったことだけはよく覚えてる。おばあさんが亡くなったばかりで、とにかく誰かにそばにいて欲しかったんだろうな。迷いがそばにいたのにね。あれから先輩とはすぐ別れて、すぐまた誰かと付き合って、その繰り返しで、顔も知らない相手とも平気で会うようになって。そうして今のルキが出来上がったんだよな。あの時、ルキを止めていればよかったのかな。それとも。おいーっす！おはよう！え、かわいい！めっちゃかわいい！まあよ！ぐえ！え、かわいい！ちょっと、え、ルキマジでかわいいね。顔面偏差値やば。えへへ、おはよう。おはよう。ちょっと苦しいんだけど。僕ってそんなに重い？これは特会引っかいできるレベルに美形だね。重くないけど飛び乗って来られたらさすがに苦しいって。起こしてごめんね。なんか目が覚めちゃったから。起こされる前に起きてたから大丈夫。ちゃんと眠れた？眉が変なとこ触ってくるから眠れなかった。ぬ？え？嘘がい、もう。おかげさまで朝までぐっすりでした。なんだ、びっくりした。寝ぼけて触ったんかと思った。別に触られても怒らないよ。いや、そこは殴り飛ばしてくれ。はあ、いや、ルッキーはどうなんだ。全然ね、マヨが好きって言ったら受け入れてくれそうじゃない。止めてくれてありがとね。うん、またおいでよ。
ねえ、お礼にお夕飯、ごちそうさせてよ。頑張って作るからさ。いいの？それなら、ありがたく、ごちそうに、これ、ルキンチ行くってこと？やった！じゃあ、今夜でもいい？いいよ。できる限り一緒にいた方が変な奴を寄せつけないで済むよな。そうだな。18時くらいに来れる？わかった。死体処理したっけ？じゃ、待ってるね。まだ全部処理しきれてな、あれ？どうだったっけ？大丈夫、ルキ。ただいまー。何？怖いよ。怖いよ。匂う、もうですよね。そりゃそうよ。放置してたでしょ、絶対。ああ、そうだ、浴槽になんかしてたね。思ったより腐るの早いな。最近ちょっと暖かかったからね。マヨが来るのにこのままだと困るな。でもこの程度ならごまかしが効くと思うけど。どうするの？お風呂よ、入らせてって言われた。まあ、さすがにそれはないか。あ、アロマキャンドル、マヨにもらったのがあったはず。あれを使おう。まだそこまできつい腐敗臭じゃないし、アロマの香りを家中に充満させておけば、気づかれないと思う。ありがとう、マヨ。ほんといつも助けてくれるんだから。なんかね、本来の使い方じゃないよ、アロマキャンドル。気づかれないようにいっぱい炊いておかなきゃね。ひぃ、死体隠しのためにアロマを炊かれます。あ、なんか、どうした？歩いてたけど。三つは置いてみたけど、もっと必要かな？もう少し考えてみるか。あ、三つは置いた。何個あるの、一体？あ、動けるようになったね。はいはい。アロマを置くってこと？どこに置くの？他。何するの、今？多分、光ってる光ってる。はい。ここにアロマ置く。ここ以外はもういいかな？もっと置く。まず3つ置いてて、これで4つ目。あ、あるあるある。あ、ここは置いとかなきゃ。玄関一番、匂い大事よ。もっと置く。何個置けるんだろう。あ、めっちゃ置けんじゃん。はい。ここ以外はもういいかな？もっと置く。この星になったらいいってことね。あ、はいはい、トイレ。これだって浴槽の隣でしょ？だから、トイレも絶対必須よな。上行って、あ、はいはいはい。めっちゃあるよ。どんだけアロマキャンドルもらっとったん？この部屋は、あ、でも自分の部屋は来るんじゃない？ここ。うん、ここは置いとかなきゃ。はい。もっと置く。今何個置いた？何個置いたかわかんない。あ、外はまあ大丈夫でしょう。こっちは？あ、こんなとこ来る？まあいいか。一応ね、念には念を。置いて、こっち行ったっけ？行った、あ、トイレか。では、こっち、あー、はいはい、ここも、こんなとこ、呼ぶかな？ここはいらんと思うけど、まあ一応ね、置ける場所には。こんなもん？で、お風呂だもんね。あ、ここ、いや、ここ、ここ入らせない方がいいんじゃない？もうこんなもんじゃない？あとは、リビング、多分全部の部屋見た気がする。じゃあこれで、あれまだある？置ける場所。外？外に用はない。あれまだある？どうしよう。どうやって終わるんだろう、これ。もう、あそこでさっき、もうちょっと奥のところで、もういいっていう選択肢をしなきゃいけ、あ、こっち。あ、ここある。ここも入られたら終わりだから置く意味ある？置く。あ、うん。これくらいで十分かな？はいはいはい。そろそろ料理に取り掛からないと。はい。うわぁ。相当アロマキャンドル炊きましたよ。逆に、キャンドル臭くなら大丈夫かな？食べる分はちゃんと冷凍庫に入れてあるから腐ってないよね。さすがに人肉は食べたことないけど、なんとかなら柔らかそうだし、なんとかいけるかな。ちょっと、人肉料理作るつもり？食べるわけじゃないけど、糖分も冷凍してある。一番処理に困るんだよね。そこ、どこにどうやって捨てようかな。さすがに違うか。びっくりした。今から作る料理に
人肉使うんかと思った。あ、怖いよ。あ、あ、来た来た。なんだこの空の色。約束の20分前か。ちょっと早く来すぎたかな。まあ大丈夫かな。うわー、20分前はちょっと早いよ。せめて10分前でしょ。20分は早い。絶対出れんって。え、いないのかな。まあ、準備できてないよね。はぁってなるよね。あ、開いて、あ、開いてる。あー、これまずいんじゃない。ルッキー、あ、う、え、なんだこの匂い。すごい甘い。あ、そっかそっか、アルマめっちゃ耐えたからね。ルッキー、いないの。なんで暗いん、こんな家の中にいないのか。外出てた方がいいよな。あー、なんでそっから出てきた。まあよ。うわ、怖っ。どうして中にいるの？ピッキング？違うよ、鍵開いてた。嘘、やだ、閉め忘れちゃったんだ。まったく、不用心だろ。飲み物が何もなかったから、そこのコンビニまで行ってたの。10分くらいで済むから、約束の時間には間に合うと思って。ごめん、ちょっと早く来すぎちゃったな。別にいいよ、さ、上がって。ねえ、この匂い、何？は？何が？甘ったるい匂いが充満してるから、さすがに不敗臭ではないんだよね。ああ、アロマだよ、マヨにもらったやつ。好きでしょ、炊いておいたの。あ、ああ、そうなんだ。でもこれはちょっときつすぎるかな。いや、まあまあまあ、まだまだそこまで怪しまれてはないでしょう。わあ、ちょっとずつこうやってバレていくんじゃない？ヤシロも呼んでやればよかったのに、一人暮らしなのにカレーすら作れないから手料理に飢えてるよ。あ、カレー作れないんだ。そう思ったんだけど、あの子今日から実家に帰ってるから。あ、そうなんだ。あ、そういえばそうだった、朝から出るって言ってたっけ。結構遠いもんな。今朝までコンビニ夜勤してその足で向かってるんだから体力あるよね。うわあ、すご、若さだ。バイトを三つ掛け持ってるしね。すご、よく働くよね。ようぶっ倒れんな。親の仕送り当てにせず完全に自立してるんでしょ。意外と立派だよね。偉いね。マヨは家庭教のバイトどんなの？楽しい？楽しいっていうか、やりがいはあるよ。自分の復習につながるし、子供に教える練習にもなるしね。小学校の先生になりたいって言ってたもんね。さすが教員志望。教え子と怪しい感じにならないの？あ、なっちゃダメでしょ。相手中学生だよ。そんな気起きないだろう。中学生なら許容範囲でしょう。5、6歳差とか、結婚してもおかしくない年の差じゃない。いや、だからといって、大人の5、6歳差と、ねえ、この未成年のあれ差は違うよ。そもそも勉強教えに来てるんだから、そういう意識なんかしないよ。真面目だな。僕なら可愛い少年だったら手出しちゃうかも。こらー、おい。あ、いやー、このお話は置いといて食べよっか。せっかくの料理が冷めちゃうし。ダメだよルギー。そうだね。うわ、すごい豪華な料理ね。美味しそう。どう？うん、美味しいよ。よかった、肉が硬くてさ、めちゃめちゃ時間かけて煮込んだんだよ。うん。え、何の肉？へえ、確かに美味しいけど、ちょっと食べたことのない感じの肉だな。何の肉？なんだと思う？あ、羊とかって言ってた？じゃあそういうことにしとか。もう、え、これ肉？あのカレピの肉じゃないよね。本当は何の肉なの？秘密。すごい気になるんだけど。人肉です、おそらく。全然大したことのないやつの肉だよ。マヨが気にすることじゃないよ。うわ、怖い。まあそこまで言うならいいか。そうそう、それより食べてよ。本当にルキは料理上手だよね。人肉も美味しく食べれるものなの？おばあちゃん仕込みだからね。いいお嫁さんになれるよ。じゃあもらってくれる？考えとく、考えとく。それ、ノーって意味でしょ。そんなことないよ、ちゃんと考えておく。どっち本気なんかがわからん。マヨってたまに本気か冗談かわかんないんだよな。私もわからん。ま、今のは冗談かな。本当に？あ、美味しい。やっぱ人肉いけるじゃん。人肉じゃん。マヨ、なんでマヨに食べさせる。自分で食っとけ。
親友に食わすな。あ、3日後。恐ろしいね、やっぱ。やっぱりルッキーくんは、とんでもないサイコパスだわ。あ、何？もう大体の体は処分できた。あと面倒なのは頭だけか。どうしようかな。あ、誰か来たよ。どちら？さ、ま？誰？今忙しいんだけど。警察？いや、いいや、無視で。うさきさん、いらっしゃいますか？しつこいな、誰？あー、やっちゃいましたね、来ましたね。すみません、警察なんですけど、ちょっとお聞きしたいことがありまして。やっべーぞー。どうすんの？警察、なるほど。ついに感づかれたっぽいな。家の中調べられたらもう言い逃れできないじゃない。頭あるんだし、さっさと処分しとけばよかった。どうすんの？いや、処分してたとしても、もう積んでたのかもね。まったく、無能県警全国一位のくせに仕事するなっつーの。え？お仕事お疲れ様です。聞きたいことというのは？ええ、まあいろいろ、とりあえず入れてもらえませんかね。匂いは大丈夫？はい、もちろん、少々お待ちくださいね。とりあえず、玄関前にいるのは二人か。また殺そうとしてる、もしかして。え？あ、動ける。動けるよ？なんで動けるの、ここで。え？うさきさん？あ、何するんだろう？出れない。え？あ、頭をどうにか処理するってこと？多分そういうことだよね。こっち？あ、違う？ん？え？何するの？自分の部屋？あ、あ、なんか光ってる。なんか光ってる。何？あ！もう後戻りはできない。待って、警官をやろうとしてる、まさか。あ、嘘。スマホもかけられない。あー。やっちゃいますか。あー。はい。はいはい、今開けまーす。あー、逃げ！たー。すっごい綺麗な笑顔だったね。え？え？警察官2名が殺傷された事件で、県警は殺人容疑で宇崎るき容疑者を全国指名手配しました。浴室に切断された男性の遺体の一部を発見。宇崎容疑者はこの他にも複数の殺人へ関与しているとされ。もう指名手配になっとるや、バッドエンド。あ、バッドエンド。あら。そうなの？終わっちゃった？終わっちゃった！あー、バッドエンドなんだ。え、どうしたらいいの？じゃあ。え、なんかすることあるのかな？ナイフを手に入れた後に、もうちょっと何かをすれば、殺さない選択肢になるみたいな。もうちょっと調べてみるか、いろんなところを。ナイフ取った後もうどこの部屋にも入れないから、これ完全にバッドエンドルートに行っちゃったってことだから、どっかでもうちょっと分岐があるってことなのかな？うわー、どこからだろう？はい、アロマを設置するところまでやってきたんですけども、ここでさ、置くじゃん。ここ以外はもういいかな？ここで、もっと置く、じゃなくて、一個しか置かない。ここでもういいってしたら、多分匂いでバレるみたいなことないかな？もういい。うん、これくらいで十分かな。そろそろ料理に取り掛からないと。いや、絶対これもう匂いバレるって。これは、迷いに、死体のことがバレて、なんかもういろいろやばくなるエンドみたいな。食べる分はちゃんと冷凍庫に入れてあるから腐ってないよね。さすがで人肉は食べたことないけど、はいはい、なんとかだし。いやー、この後に、ちょっと20分早く、迷いが来ちゃうからさ。ドキドキ、怖い。めっちゃドキドキしてる、私が。迷い、臭いよ、きっと。死体の匂いするよね。アロマだって合計4つぐらいしか耐えてないってことでしょ？現状。4つじゃあ、腐敗臭は消せるかな？怖
なんだこの匂い。あ、すごい甘い匂い。あ、いいんだ。でも、かすかに変な匂いが混じってるような。なんか腐ってる。来た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 。絶対これ違うエンドになるんじゃない？ルーキー、いないの？ルーキー、生ゴミ溜めてるんじゃないだろうな。迷い、迷いかっこよ。なんだこの迷い。ヒイラギ迷い。20歳、180センチだ、でが。模範的な好青年でとっても常識人。ルキとは15年来の親友。ルキが変な男とばかり付き合うので気が休まらない。なんかね、迷いってやっぱ恋愛感情までは言ってないのかな、どうなんだろう。怖い。怖い。まあ、ルキー、急に現れないでね。怖いから。やめて。え、これさ、風呂場に行けってことだよね、多分。もう行っていい？あ！行け！あ、風呂場か。ここ、腐敗臭が強い気がする。入るしかないよね、入る。え、怖い！ルキー！ルキーにバレたらやばいよ。怖い、怖い、怖い、怖い。何なんだこの匂い。やっべえ。もうやだ。何これ、なんだこれ。腕、足も人間の死体。まさかこれルッキー、あ、なるほど、ルッキーが殺されたって思ってるのか。そんな嘘、やだ。こんちゃーす。ちょっと、トマトジュースの見学に来ました。見ちゃった？ルキ！ルキ、よかった！無事だったんだな！僕は大丈夫だよ。え、どうするんだろう？これ、迷いのこと。見ちゃったって、どういうこと？マヨには嘘つきたくないから、正直に話すね。彼氏と喧嘩して殺しちゃったの。あ、こないだまで付き合ってたやつね。それでバラバラにしたから、ちょっとずつ処理していこうかなって思ってるとこ。ルッキー、まあ、まあそうよね。ドン引くよね。早くしないと腐っちゃうからね。もう少し匂い始めてるし。半分くらいは捨てに行ったんだけど、発見されにくい場所探すのも結構大変でさ。それで少し食べちゃおうかと。え、ルッキー。ん？なーに？よかった、このルートでは、迷いは人肉を食べていない。自首しよう。ねえ、俺も一緒に警察に行くから。何言ってんの？そんなことしたら逮捕されちゃうじゃない。絶対嫌。当たり前だろ！あ、本気で、いやでもね、親友だから本気で怒ってくれてるんだよ、ルキー。人を殺したんだから、罪を償わなきゃ。いや、やだやだ、絶対嫌だ！ルキー、だって、警察に捕まったら、牢屋に入れられて、そしたらずっとずっと、マヨと会えないし。それに死刑にされちゃうかもしれないじゃない？それだったら、今ここで。だ、相当殺してるんでしょう。なる可能性もあるのかな？死刑は、多分大丈夫だよ。こう言ってはなんだけど、殺したのは一人だし、事情だってあるし、ひどい男だったんだろ？俺も証言するから。一人じゃないんだよ。え？たとえ死刑にされなくたって、長い間マヨに会えないのに変わりはないし、もしかしたらずっと出てこれないかもしれないし、まあ、終身刑はもう確実じゃない？そしたらマヨは僕のことなんて忘れちゃうでしょ？そんなの嫌。ルキ。あ、はあ、あらあらあら。俺が忘れるわけないだろ。15年来の親友なんだよ。忘れられるわけない。ルキを大事に思う気持ちだって変わらないよ。だからね、だからこそ本当に大事だからこそ自首しようって言ってくれてるよ。ルキが帰ってくるのずっと待ってる。何年だって何十年だって待ってるから。マヨ。え、これ自首するルートあるのかな？あ、シュキーあれ、シュキーになっちゃった。え、やっぱり僕、マヨが好き、大好き。ルキ、ちょっと待て。本当はもうずっと好きだったの。マヨだけが好きだったの。あ、ルキ、好きだったの？マヨのこと。
でも幼馴染で親友で前は普通に女の子が好きでどうしようもないじゃない？最初から諦めてたの。だから他の男と付き合ってきたけど、やっぱりマヨが好き。諦めきれないよ。あ、ずっとマヨのこと片思いしてたけど、もう結ばれないって分かってたからそうしてたんだ。やっぱりダメ？人殺しとは付き合えない？そんなことはないんかい。今そんな話をしている場合じゃないと思うんだけど。そうだよ、死体があるよ。ここ、いや、ルキにとって真面目な話なのか。それに逮捕となったら、面と向かって二人きりでこんな話をする機会なんてしばらくない。どうするの？あ、うん、わかった。付き合おうか。マヨー。え、本当に？登場とかその場しのぎって言ってない？断られても殺したりしないよ。大丈夫だよ。こんな大事なことで適当に言わないよ。実を言うと、昔からちょっと可愛いなって思ってて。ちょ、やっぱマヨも、多少は、そういう、気あったのかな。ちょっと可愛いなで付き合えるほど僕は軽くないよ。めちゃめちゃ重いよ。大丈夫？ユキの重さはこの15年でよーくわかってるから大丈夫。それに可愛いっていうだけじゃないから、ちゃんと好きだよ。好きってどれくらい好き？あ、ヨシラに嫉妬するくらいには好き。そうなの？え、可愛い。顔をからめてるんだけど。え、なに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 ？マジで可愛いんだけど。なんでやしろ？だって仲いいだろ。よく二人でじゃれてるし。あれが仲いいって言う？だから、それくらいの仲の良さでも嫉妬してんだよ。どれくらい好きかわかるだろ。でも、それって友達取られたって感じの嫉妬なんじゃないの？僕、マヨと、ブルブルブルとか、ブルブルとかしたいって思ってるんだけど、マヨにできる？俺だってしたいよ。ちょっと死体の前で話す会話じゃないって。マヨ、なんだこの可愛いの。今日から僕の彼氏ってことでいいの？本当にいいの？うん、付き合うってそういうことだろ。やったでもちゃんと罪は償って手紙書くし、絶対待ってるから。マヨね、一緒に警察に行く。いやー、これ行かなくない？多分。ごめんね、マヨ。僕、彼氏とは毎日のように一緒にいたいの。どうせ僕は死刑だよ。死刑じゃなくても無期懲役ってやつ。生きて鏡、檻から出られやしない。刑務所では弁護士や家族以外とは面会すら許されないのは知ってるでしょ？触れるどころか顔すら見れない。声も聞けない。それが永遠に続くかもしれない。このままマヨと嫉妬したら、そういう未来が待ってる。そんなの絶対に耐えられない。よくわかったんだ。マヨは僕の罪を見逃して一緒にいるなんてことはできないんだよね。それが嫌とかじゃないの。そういうマヨも大好きだよ。マヨのことは信じてる。マヨは僕のことを絶対に待っててくれる。僕が一生出てこられないとわかってても待っててくれるよね。でも僕は我慢できないの。付き合ってるのにどうして会いたい時に会えないの？理解できない。理解したくない。殺すな、人。友達のままだったら殺すこともなかったけど、マヨはもう僕の恋人だから、ずっとそばにいたいから、殺すしかなかったの。ごめんね、独りよがりで、自分勝手で、でもこれが最後のわがままだから。Oh my god。嘘。他の男と同じ扱いなんかしないからね。バラバラになんかしない。捨てたりなんもしない。あ、ごめんなさい、なんか止めちゃった。ここでずっと一緒に暮らそうね。死んでる。死んでるよ。メリーバッドエンド。ずっと一緒。マヨの肌の色がおかしい。うわ、怖い。ちょっと、なんで？めっちゃ可愛くていいね。ラブラブな会話してたのに。いや、でも、やっぱマヨは真面目だからね。ちゃんと自首しようって。でも、それがね、無理なんだね、ルキは。うわー、サイコパス怖っ。